217系クラ Y20 編成が運用から離脱しました。JR 東日本は、今日18日、E217 系クラ Y20 編成を長野総合車両センターへ廃車改装しました。E217 系電車は、通勤型209系に続く新系列車両として1994年に登場した車両です。横須賀線、総武快速線、総武本線、外房線、内房線、成田線、鹿島線で活躍しています。しかし、新型車両 E235 系の導入により、2020年より廃車が進められています。今回廃車となったのは、基本編成であるクラ Y20 編成です。この編成は、1997年にフナイフ30編成として登場しました。約26年間活躍してきましたが、今月11日をもって営業運転から離脱しました。そして、今日18日に EF64 型1032号機の牽引により長野総合車両センターまで配給輸送されました。今後、廃車解体となる予定です。E217 系基本編成では25編成目の廃車となり、E217 系全体では45編成目の廃車となりました。これで10月18日の KAB ニュースを終わります。